はい、皆さんこんにちは、ガラの伊藤克之です。今日はですね、 USCPA 米国公認会計士の資格に興味を持っている方向けにお話したいと思います。私は仕事柄、米国公認会計士取ろうかどうか悩んでるんですけどどう思いますかとか、米国公認会計士取って何か変わりましたかとか、そういうね、ご相談を受けることがたくさんあります。で、そういったご相談に対してはもう僕の答え一つです。迷ってるなら絶対取った方がいいですよって言いたいと思います。僕自身はこの USCPA が世界一価値のある資格だと思ってます。私はアメリカのシアトルで働いてたことがあるんですけれども、シアトルで働いてた時に、いや、自分は何か変化を起こしたいな、自分の人生もうちょっと変えたいなと思ってました。なぜならその時僕はアメリカのシアトルの印刷会社で働いてたんです。 4,5 人の小さな印刷会社だったんで、特に何のスキルもない僕を雇ってくれて、雇ってもらってたんで、給料だってすごく低かったんですよ。で、このまま何もやりきった経験もなく時を過ごしていくのかなと思ってたんですけれども、たまたま仲間から紹介を受けてアメリカの公認会計士という資格をチャレンジしてみることにしました。で、チャレンジした結果、本当にこの資格のおかげで人生が変わったんです。日本に帰国後、 PWC という世界的に有名な会計事務所のメンバーファームである PWC 新田監査法人に就職が決まりましたし、その後仲間と実はビジネスをやるんですけど、ビジネスで大失敗した経験があります。仲間もいなくなるし、お金もなくなっちゃうっていう経験があったんですが、その後どうしようって途方に暮れてた時に、よし、講師業をやろうと。資格だけは僕残ってるじゃないかと。アメリカの公認会計士資格だけは残ってたんで、それをもとに講師業を始めることになりました。そして今につながってます。アメリカの公認会計士のおかげで、4,5 人の印刷会社で本当に給料が少ないところで働いてた中、PWC に行き、そしてビジネスで失敗し全てを失った中、講師をやろうっていう時に残っていたのが USCPA です。僕の勉強仲間のお話もさせてください。私が勉強してた時の、一緒に勉強した仲間の一人に CPA を受かってすぐに上海駐在が決まった方がいます。奥様とお子さん連れて上海駐在、5年間駐在した後帰国して、なんと今別の会社の取締役をやられてます。別の方は例えば日本の日系企業の経理をやられてたんですけども、日系企業の経理を辞めて USCPA を目指すって、1年勉強だけして1年でパスして、今外資系金融機関、外資証券会社の経理をやられてます。もちろん年収もガーンとアップしました。日本の出版社の営業をやられてた方がいます。出版社の営業とっても忙しいんです。毎日毎日夜遅くまで働いてらっしゃった。でも4年かけて USCPA を取った。そして今や大手税理士法人でどんどん昇進されてます。最後は定年退職をされた方の話させてください。定年退職をしてアメリカの公認会計士を目指すっておっしゃった人がいるんです。どうしてですかって僕聞いたんです。そしたらその人は10年現役時代にイギリスにいたっておっしゃってたんです。またイギリスに戻るためには何か大きな資格が必要だなと、イギリスで仕事をするにはしっかりとした資格が必要だなと思って USCPA を目指すっておっしゃったんです。パスしましたよ。定年退職して USCPA パスして、ちょっとその後どうされたかっていうのは僕は聞いてないんですけれども、きっと新しいチャレンジをされてるはずです。このように無限の可能性を持った米国公認会計士、多くの方にチェンジを起こしてます。もし迷ったら僕は必ずやるべきだと、そう皆さんの背中を押したいと思います。今日はこれで終わりたいと思います。